この交流会はアメリカに留学中の服部義博さんを銃撃事件で亡くした両親が若者に銃社会について考えてほしいと義博さんの母校旭ヶ丘高校の生徒会と企画したものです。高校生たちはアメリカに移住する際に銃を持つべきかをテーマに銃社会の在り方を話し合い意見交換をしていました。両親が設立した予支基金で来日したアメリカの高校生は誰でも銃を買える社会を変えるべきだと話しました。